始まりましたマーケットアナライズコネクトです投資を始めたばかりの皆さん新しい認査の準備をしている皆さん投資を意識している皆さんとつながっていくマーケットアナライズですさあでは今日も参りましょう最初のコーナーこちらですマーケットアナライズ式投資図鑑今日は岡崎さんがその位置にいるということは、はい、岡崎さんが先生を <laughs> 先生と言いますかね、はい、あの久しぶりに紙の本を書いたんですよ、えええー、こういう 本なんですすけどね、はい、私のの手元にもありますよ、はい、この野生の経済学で読み解く投資の最適解黒くてかっこいい本です、ね、あの久しぶりの紙の本なのでちゃんと編集者がついて、はい、今までもうとにかくできたらすぐ、えー、親しい人に伝えていきたいというので電子書籍の形を取ってたんですけども、はい、あの久しぶり、まあ時代が変わったじゃないですかまあ大きくこの2年で変わったと言っていいと思うんですけども。 えー、紙の本でそれもしっかりしたこう想定をつけて、はい、で何度も読み返せる形にすべきテーマができたというので、まあえー、出版社の方と企画をしてでタイトルとか この写真とか想定とかは全部お任せで、はい、で全然私のセンスではございませんこれは。ねでもかっこよく仕上がってますよね。住まいの住んでます横浜の一番大きな本屋さんの入って一番すごいところに平積みでどんとんと置いてありますね。ねそ,それは嬉しいですね。はい、まあでもいずれにしてもね、まあ投資の最適化ができればいいなって言うんですが、はい、あのそれもそもそも番組でずっと紹介しているようにこの野生の経済学っていうのは。 あのまあ、経済学っていうのはすごく立派な学校なんだけど例えば八百屋さんは八百屋さんの経済学があっていいだろうと吉井さんのようなファンドアナリストはファンドアナリストの経済学があっていいと思うんですよ、うん、鈴木さんには鈴木さんの MVS は経済学があっていいと思うんです <laughs> まあそういう発想でそれぞれが野生それぞれが住んでる環境が生きてる環境が違うんだから、はい、私は私の目でもう一度自分なりの経済学を組み立てて、うん、そして今の時代を。 紐解いていいいいてこうというそういうとそ壮大な試みでございますはいこ,す、ね、このような本になってますので、はい、ぜひ皆さんお近くの書店で見かけたら <laughs> 手に取っていただければと思いますまあ今日はそういう意味ではですね、はい、今からそれいちいち読んでたら2時間かかりますから <laughs> まあ大体こんな感じで作られていますというですね、えー、骨格のところをご紹介して、はい、え投資のヒントにしてもらえばいいなと思うんですが、はい、え最初にですね目次だけ見せるとこんな感じなんですね。 えー、結構、えー、なかなかいいタイトルというか刺激的なタイトルだと思うんですがこれ実は1番から7番まで,アナライズではもう過去全部やってますあの岡崎さんがこういうセリフを言っていたなっていう言葉がたくさん「うん、日本のデフレは終わった」とか、ね、だと思いま世、ねえー、直し デフレが終わったという資料も使いましたし、はい、セミナーでも何回もやっています。うん、で与那詞が始まる日本経済っていうのはデフレの日本経済とインフレの日本経済がここまで違うんだというので番組でも何度も紹介してます、はい、あとまあいくつかこうあるんですけどもひとまずあのうちの番組を見てくださった方はあ前にも聞いたことがあるかなというふうに思ってもらえるような内容になっています。はい、というのもですねこれ はじめにというところでこんな文章この本のスタート一枚開けてもらうとここから始まりますはい。ちょっと最初言いますね本書でこれから伝えていく内容を最初に公の場所で口にしたのは2022年5月のこと京都にある商社のホテルで、えー、開催されたセミナーのことでしたと覚えてますよねこのホテルセミナー覚えてます覚えてますね鈴木、えー、さんもあのセミナーですねこれですねはい、はいはい 実はここで最初にこの本にしたテーマの企画が発表されて、同時にその時え限定されたお客様と対話をして質問に答えたり、その後まあお手紙なんかもらったりしてですね、で、あこれは温めていかなきゃいけないなと思ったんですよ。つまりえ刺激的なまああのデフレの時代終わりましたといきなり切り出したんですけれども、二十二年の五月ですから。 インフレのデータとしてはまだ一ヶ月出たばっかりなんですよでもこれまた野生の経済学です直感です、えー、経験と勘でですね私はデフレが終わったとこの時確信したんですよ<ー>で同時にそのデフレが終わったことを集まってくださったお客様もなんとなくもう肌で感じてらっしゃったんですよ、ね でなんでまあそれを肌で感じていたかというと、まあ、経済学というのは紙の、まあ、上の学問なんですけども経済学ででインフレっていうのはこんんな風に表現されてるす一応まあ進化してる学問ですからまた時代によって変わってくるんですけどもこれ期待がまず大事だと言うんですけども期待って漠然としててよくわからないで鈴木さんの期待も松尾さんの期待も吉井さんの期待も私の期待も違う。 漠然とした期待ですよね。あとこれ人手不足の話が必ず経済学で出てきます。あともう一つ供給食サプライチェーンとかですね、こういうのがだからこの三つできていると。うん、で主にこの二番というのを何度も何度も経済学者が挑戦してものすごく複雑な方程式にして語っていて、一番についてはざっくり期待ですと終わってるんですよね。三、うん、番については一時的ですとので終わってるんですよ、はいで。そういう進化を遂げてるんですけども。 これに対して私が考えたインフレインフレになりましたという理由はこの4つなんですよね日本の場合インフレは海からやってくると賃金はインフレにならずともデフレが止まったと、うん、あと日本の製造業労働者は安いとあと4番特にここですこの4番はそのホテルに集まってくださったお客様参加者の方から強い支持をもらったところで、ええ、やっぱり不動産は確実に 皆さんやっぱり株式投資をしながら不動産投資もされている方が多くてで不動産投資をする際の明らかに何か皆さんベンチマークといいますか尺度みたいなのを持ってらっしゃったんですよね。でこの4つを皆さんと語り合ってで第1章日本のデフレは終わったとこうは「終わった」と書きましたけどもこの第1章は「 ええそのままそっくり実はセミナーで語ったスライド使ったスライドと語った内容を全部文章化したものとなっています。二千二十二年五月のことだったということで。一番の海からのインフレっていうのはこれどういうこと？うんうん、まあ簡単に言うと円安になるとかあるいは資源価格が上がってくるとかこれはもうかつてかもそうですけれどもとにかく日本国内島国にいるこの中ではなかなかインフレっていうのは。 極端なもの不足とか極端な人手不足っていうのは我々起きないような自然な構造になってるじゃないですかうん、うん、しかし例えば昨今の電気代ガス代もそうですけどもエネルギーっていうのは全部海からやってきますから外からやってきますから海の向こうでインフレになっちゃったらこれもインフレになるっていう<ー>極めて分かりやすい。なるほどただ日本のの場合はははそれれが3年かかるっていうのはこれは、まあ 総合商社が輸入してあるいは船に乗ってきてで総合商社が輸入してついて精製して何かやってる間にみんなちょっとずつちょっとずつ日本人で我慢しますよね、うん、いきなりそれを全部価格転嫁するという無茶なことをする人は少ないでこれはまあ日本の流通市場が複雑だということと表裏の関係なんですけどもその結果3年ぐらいかかるだからアメリカで21年に起きたインフレは24年。うん 今今だにわれわれはそれを受けている日本の場合はちょびっとつちょびっとつ、はい、アメリカの場合はいきなりやってくるとこの違いがあるというそういうい意味です吉井さんはインフレ時代になったなというふうに感じるのはどうういったところかから感じますかそうですそでね、まあ、私が感じるというよりはやっぱり周りにいる投資家さんがそれを感じてすごくこう不安だったりそれに備えなきゃというようなマインドが変わってきていますよね。 やはりそれぞれにこう野生の勘と言いますか。経済学をお持ちなんだなという感じでそうなんですが、すね、だからそれをみんなで議論することで、はい、実は私はひょっとすると、日本という国には日本という国の経済学があっていいと思うんですよ。うん、で、日本という国あるいは日本国民のための投資理論があっていいと思うんですよ。で、それがまだないんですけれども、まあ吉井さんのお仕事もひょっとすると、そういうことを組み立ててらっしゃる。そういうことが、うん。 まあ親身になってアドバイスするっていうのは、そういうことだと思うんですよ。えー、そんな海の向こうのアメリカ人にとってですね。あのベストな、あの分散投資をするよりも、イギリスにとって分散投資をするよりも。日本人にとって、一番最適な解を求めるっていう、これは大事じゃないですか。えー、ただ、その日本人にとって最適な解というのが。はい、これ第二章で書いたんですけども、デフレの時代っていうので。まあ随分と歪められたと、本来あるべき姿からと。はい。 これ,あのこ,れこれまたた番組でで度ほど使った資料です95年から2021年というのが私がカテゴライズしたあの定義したデフレの時代というのはこの27年間だとここだと思ってるんですけどもこの間に賃金が上がりませんでした不動産上がりませんでしたインフレ上がりませんでしたとだけどここですね株価の時価総額はやたら増えたんです。はいね、で株価は上がってないんですよ。 おかしいと思いませんか要するに例えば日経平均上がってないトピックス上がってないだけど時価総額が増え続けたんこれ何でかっていうとやったら増資と、うん、やったら新規公開 IPO が PO と IPO がすごく多くて、うん、要するにお金はすっごい集めるのが簡単な時代だったんですよね。 これも名目値です名目,目 GDP はダメなんです名目系のものダメなんですねで実質系のものが良くなっていると、はい、家計の金融資産が8割増えましたけどこれも全部現金です、うんまあお金を吸っても吸ってもそれが身にならないみたいなそういう世界でそこに我々長く生きていましたからこの時代に、まあ、成長して社会人になられた方は金利がないのが当たり前だしそれから賃金が上がらないのも インフレが来ないのも当たり前だったと思うんですけどもこの同じ95年から21年の間、はい、我々が手本としているアメリカはどうだったかというとこんな感じなんですよね当たり前ですけど名目の方が実質に多くて、えーうん、賃金は上がる家の値段は上がる、うん、物価は上がるですねで SP500 上がるこういう形なんですけどもこれが本来あるべき姿なんですよ。で今我々はここにに向かって、えー、少しずつですが確実に 少なくとも日経平均株価だけは、えー、3万7000円乗せましたからね。はい、34年ぶりという展開になっているこれは元に戻ろうという力が動いているんだと思いますここまでのところいかがでしょう鈴木さん,ん難しい内容をすごく噛み砕いて うん、こうインフレになったっていうのを、まあ、ロロンで私も一回あの読ませていただきましたんで内容を全部一通り知ってはいるんですが、うん、そ,うそういうところのまず序章第1章という、まあ、まさにここですよね我々の世界って当たり前ですけどロンより証拠じゃないですか、うんね、い,くいくらきれいな精緻な理論を出してもでも実際の経済データを見たら実際のマーケットを見たら全然当たらないじゃない外れてるじゃないって言ったらこれそのローンはダメじゃないですか。 あの今回まあインフレとデフレというのも、まあ、インフレって何とかデフレとかって何って議論すると、まあ、それは偉い先生いっぱい書くんだけどもいやそんなん見りゃ分かるだろうとこれはアメリカのさっきの日本だよと全然違うだろうと、うん、これがインフレでこれがデフレなんだって言っちゃえば証拠を先に出した方が少なくとも子どもたちには分かりやすいんじゃないかなとあるいは初心者には分かりやすいんじゃないか,な,いかな。まあ、これも アプローチの一つのやり方なんですね。二十二年五月というのは、その世の中的にはその安い。日本という、まあまあ、テレビ番組の特集があったり。あるいは、そういう本がどんどん次から次は出版されたり。日本が安すぎるってことを盛んに訴えるもの、まあ、が溢れていたような感じがするんですよね。そこで、なかなかいやインフレは始まってるんだっていうのは、あの時は振り返れば難しかったように思うんですけどね。まあ、でも、それが。あのうん 野生っていうかジャングルマーケットというジャングルという人間世界に生きている、えー、人間のといいますか、えー、原住民たちの一、えー、つだけ与えられたアドバンテージだと思うんですね<ー>私たちはマーケットに来ている人間っていうのは100点は絶対取れないですよ、うん、100点は取れないんですけども合格点取ればいいんですよ70点か80点出しちゃいいんですよで70点か80点答案を一番先に出して外に遊びに行った方が楽しいじゃないですか <laughs> マーケットの人間はそれです。百点を取りに行く人はなかなか耐性できないですよ。ちゃんとしたこうきちんとしたものを完成させようとしたらもう三年ぐらいかかってしまいますから。うん、その前にあ,あもうこうなんだなと思ったら行く経営者の方もそうだと思います。大体できたら次のテーマに次の目標に向かって走り出す。これがやっぱりジャングルに来ている原住民たちの <laughs> 仕事だと思うんですよね。吉井さんがうなずいてますよ。<laughs> やっぱりファンドマネージャーで運用がうまい方って、えー、そういう感覚を持って いらっしゃるんですよね<ー>やっぱりその環境が変わったことで,、うん、でそこですぐに動けるでもあの100点取らなくていいんでじゃあ外しちゃうところあるけどここはリスクヘッジちゃんとしておくみたいなそのすごいバランス感覚とあとは機動的に動ける直感で動ける方っていうのは非常にいいファンとマネージャー多いですねなるほど、はい、大きな流れだけはこう見誤らずにちゃんとやっていくと、うんはい、でもまあ何、OK、でもそうですけど例えばあの野球で言えば打率というのがあるじゃないですか、はい ああれは何回も何回回もも打打席に立てるるかから打率といいう尺度があるわけじゃないですか、うん、例えば一回こっきり人生一回こっきりの勝負があったとしたらこれ絶対勝たなきゃいけませんから一、ええ、回こっきりやったらデータもクソもないのなくて絶対100点取らなきゃいけないっていうか少なくとも丸抜きっていうのであの当てなきゃいけないんですけども相場っていうのは今日大きく上がっても明日大きく下がるかもしれないし今月の相場もあれば来月の相場もずっと続いていくものですから。 まあ、たまたま今月失敗してもまた立ち上がればいいわけだしでそのトレーニングを積んでって、うん、で7割から8割勝てばいいんだとどんどん次へ次へというそういうまあアプローチの仕方というのが、えー、それを採用した人たちが結局いまだに生き残ってるんじゃないかと私は思うんですけれどもど、えー、ちょっと次いきますね、はい、この話してるとまた長くなっちゃうので <laughs> 今第2章ですけどもね、はい 例えば第三章ではね、こういうことを紹介しましたこれも、えー、当然のことながらセミナーで何度も使っていることなんですが時代はこの2012年に変わったとそう本に書き切りました断定しました2012年がこう境目だはい。2012年が大きな分水嶺で私たちは2012年からの時代を生きている今11年経ったところだとで、2012年に何があったかというとこれは世界で初めて FOMC において 目標インフレ率が2%であると発表されて、うん、同時に1月の開催された FOMC で発表されたサマリー・オブ・エコノミック・プロジェクション SEP ・ SEP と呼ばれる例の FOMC 見通しドットチャート。はい ちょっとした自慢になりますが鈴木さんこれ、はい、ドットチャートを日本のテレビ番組で初めて紹介したのは、うん、我がマーケットアナウンスです、ねはいえー、岡崎さんがこうちっ引っ張ってきたというグラフでしたねえー、あの人生最大の自慢です <laughs> <laughs> 今でこそえー、いろんなマーケット番組でドットチャートドットチャート出てきて、うん、えー、それこそ画面を賑わしてますけども最初に紹介したのは私たちですから <laughs>、えー、皆さん自信持って <laughs> あれを日本に知らしめたのはわ我々だと思ってほしいんですが ここであの注目してもらいたいのは2012年の1月に初めて見通しドットチャートみたいなものが出るんですけどもこの時のアメリカの FRB 議長はバーナンキ議長です。でこの時のアメリカの FRB の見通しがこれです。は初めて世界で初めて世界に公開された最初の FRB 見通しはこれです。成長長率は、えー、長期的にになる。 でででも必要率が 5. 5になる今すすから全然違うんですよ、はい、インフレ率は2.0になるで FF レート見てください長期的には4.2になるって言ったんです<ー>今長期的に2.5ですよでその時代の例えば2012年の年末は必要率が8.3だと FF レートは0.13だって言ってるんですけどもやがてアメリカはこうなると見てたんですよ4.2まで FF が上がって必要率が5.5まで上がっていくでも残念ながらなこの時の見通しって 完全に外れたんですよねまあ今でこそ10年経ったら確かに FF レートは今5.5ですけども一方で失業率は3.7ですからねで成長率予想は今1.85ですから落ちてるわけですでそれも何もかもこのインフレ率この2%を目標にするためにいろんなものが動,か動いていく2%にするために FF レートを動かすんだというそれまでなかった発想なんですよね。 最初は私もこれ理解でできなかったんですよで偉そうに今しゃべってますけども正直おととしの11月ぐらいまでは、うん、うまくいくわけないだろうと思ってたんですよ。というのはこれあくまで私はこれデフレをやっつけるための手段だと思ってたんです、はい、デフレをやっつけるためにはこのバーナンキが作ったモデルは有効だろうなと思ったんですがたとえいくらバーナンキといえどもインフレなんかやっつけるのは無理だろうとかあの それは例えばインフレをつけるっていうのは金利を上げることですから金利を上げたらアメリカ国民怒るし金利を上げたらそれこそ大統領が怒るし国民と政府の支持あるいは企業のサポートなしに金融政策を成り立たないわけですからデフレをつけるのは簡単ですよ不況をやっつけるわけだからみんなでデフレをつましょうっていうのは全員が参加してくれるんだけどインフレをつけるのは FRB 一人の力じゃ無理だろうと去年おととしの11月までは思ってたんですけども コロッと変わりましたた、はあ、FRB はインフレをつけたと、まあそれもあってこの本の後半はそこが中心になっていますあのここねあの今見るとこんな数字だったっけっちょっとびっくりするんですけれども、うん、今現在 FF レート発表されたりあの毎回ドットチャートも出てますどの程度の気持ちでご覧になってるんでしょうかあのこの時はまあ信頼感1割ぐらいです。はあはあで アメリカが、えー、と金融危機を乗り越えて利上げが始まった2015年から18年にかけてだん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 ちゃんと見なきゃいけないなということになってテレビでもドットチャートを紹介したのは利上げが始まっててからでですす最初全然見せてないです、はい、でその後インフレとの戦いが始まってそれでもまだ半信半疑なんですけどもインフレをやっつける段階で覚えてませんかね2022年の5月 6月、7月、8月、9月と最初、利上げの幅が0.25だったのが次、0.5になって、はい、そこから4回連続で0.75、0.75、0.75、0.75でやったときに、うん、あれで完全に私は惚れちゃいましたね、<laughs> 完全に食らいましたね、ああと思ってあ、自分が間違ってた、本気でやれるんだと、本気でやればこれは勝つだと、うんで、実際、インフレがピークアウトしたのを見て、これは私が間違っていた。 これから私は FRB の誰よりも信頼している人間として FRB のさらに下請けみたいなもんで代わりに私もフォワードガイダンスのお手伝いをしようと思ってやたら FRB のことを褒める時代、はい、褒める人間になってしまいましたまさにあの今回の投資の最適化の5本本の中がそういう論調でつながられていますよね、はい。フォワードガイダンスをもう 来賛、まあ、するというわけではないですけど全面的に信頼すると,すると、はいう、はい、方向になってます、ね、だからこそ日本でもフォワードガイダンスが必要だと思うんですね、はい、例えばここ見てくださいこれ日本の経済学というか日本独自の経済学というかあの壮大な実験をやっていたせいもあるんですけどもこれ2つのグラフがあります、はい、これ赤い折れ線グラフが財政赤字の GDP 比率なんです逆メモリーですけども、ね、要は昔はそんなに財政赤字問題じゃなかったんだけど今、GDP の倍ぐらい財政赤字が増えている。 一方で金利はこんだけ下がっている昔で財政赤字は罪で財政赤字が増えれば金利が上昇するとみんな思って我々もそう習っていた習っていたので90年代は何かこう政府が手を打つために金利が上がるぞ金利が上がるぞと大詐欺していたでも実際には財政赤字が増えれば増えるほど金利が低下しているそもそも理屈の立て方が間違っているこれが冒頭で紹介した論より証拠だと証拠はこれじゃないかとじゃあこの証拠に見合うロジックを作らなきゃいけないと。 それがおそらく今経済学者とか日本のエコノミストがまた一から一から今作ってる最中だと思うんですね。うん そうですね、あのこの本の中でも紹介された MMT 理論も、まあ、一時、も手配されたことがありましたがやっぱりそれはきちんと今、インフレで見られなくなります、ね、すね。はい、結局、何もかも一番大事なのは成長であってあの世の中にとってわれわれが生きているこの中で一番大事なことは結局、景気という極めて抽象的な言葉、うん、やっぱり景気が良くならないと何も始まらないと、これも景気が悪かっただけのことなんですよ、ええ、財政赤字に罪はなかったわけですね。 とまあこんな感じで進んでいって最後にちょっとこれだけはい変な名前でしょ野生の経済学ってそうですねなんかかっこいいなカッコいいんですけ <laughs>、はい、これは私がパクりましたこれはあのクロードレビー・ストロースという人類学者が使った言葉です、はい、で野生の思考という名著があるんですちなみにこの野生と思考野生の思考という名著はまあ20世紀の初期の頃に書かれた本なんですけどもあのなんとウルトラマンが読んだんですよおお 『シン・ウルトラマン』マンっていう映画ありましたでしょ、ええ、あそこで斎藤匠くんウルトラマンが、はい、早田隊員に入れ替わるじゃないですか。はい、で早田隊員にあの入れ替わったシン・ウルトラマンが人間って何かっていうのを調べるんですよ図書館に行くんですよ、はい、図書館に行って本を読んでるその本がよく見ると。 野生の思考だったあ<ー>。あ <laughs> そうだったんですか。<laughs> ね、もし、これをね、興味を持たれた方は、うん、ぜひもう一度シングルトラマを見てください。はい、斉藤卓見くんが読んでる本はこの野生の思考だったで。<laughs> <ー>で、そこで使われた手法ですね。<っ>野生に生きている人は文字とか数式とか何も持ってない。でも生きている。うん、で、野生は野生でジャングルはジャングルの科学があると統計があると。まあ、それをちょっと真似して我々も身近なものをわ、えー、かる範囲で自分たちの 理論を立てていくこと、これが成功といいますか資産運用の勝利の方程式を作っていくんじゃないかなというそういう結論です。まあ今回本をまとめていく中で岡崎さんが今現在の経済そして今までの経済と向き合ってきたと思うんですけれども視聴者の皆さんにぜひこれだけは伝えたいっていう今感じた潮流ってありますかあ。あの自然に資産は増えていくと思います。あのある程度リスクを持っていれば取っていれば、はい、で難しく考える必要はないです。 で例えば我々がいつも番組で紹介している株式投資難しくあっちゃいけないんですよもっとシンプルじゃなきゃいけないでなんか天才とか秀才とか勉強しなきゃ運用が勝てないとも思わない方がいいと思い<う>ます。すあ勉強しなくてもある程度勝てるんだという、はい、そういう世界にならなきゃいけないしそういう世界になってきたと思いますですから恐れることはないと思います上がっちゃったからとか言って指をくっつけ加えて,る加えてる売る必要はないと思います、まあ、しかもニーサという極めて 極めてプラスになる仕組みができました、うん、恐れず下運用に入ってもらえばいいかなと思いますはい、野生の経済学で読み解く投資の最適解ぜひ皆さんにもご覧いただけたらと思いますでは最後に番組からプレゼントのお知らせですシ井さんに持っていただきました岡崎さんの著書野生の経済学で読み解く投資の最適解日本株で勝ちたい人へのフォワードガイダンスを10名様にプレゼントいたします 応募方法は番組ホームページの応募フォームよりご応募ください当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますどうぞ奮ってご応募ください